やっていくぞー。シャー！掛け声が響き渡ったのは体育館です。新潟工業高校は液状化で校舎が大きな被害を受け、柔道場も床が傾くなどして使えません。今新潟工業の、生徒非常に、苦しい思いを、していると思います。その気持ちを背負って、何が何でも日本武道館で、ここに到達するようにやってもらいたい。生徒たちは学年ごとの分散登校を余儀なくされています。柔道部は本来は4日から練習を始める予定でしたが、1日遅れでスタート。これまで市内のスポーツ施設を転々としました。慣れない集合場所、集合時間っていうのがあって、マイナスな面もあったんですけど、それを全員でプラスの方向からどう強さにつなげれるかっていうのを意識して練習に取り組みました。自宅が被害を受けた選手も。自分の家は全体的に30センチほど液状化の影響で沈んでしまって、そうですね、パイプとかも割れてしまって、市民会館なのでトイレなどを使わせてもらったりとか、そういう感じで生活していました。練習の合間に土砂の片付けに追われたといいます。それでも悲観していません。災害とかも関係なしに被災なんてなかったんじゃないかってぐらいの、もう試合ないようにして、もう結果を残していきたいと思います。逆境を跳ね返し大会に臨みます。そういう状況だからこそ学校を背負っているっていう感覚で、もう全員で一丸となって臨みたいです。